それではお待たせをいたしました。新たな鬼平犯科帳のレギュラー出演者にご登場いただきましょう。皆様盛大な拍手でお迎えください。若き日の鬼平、長谷川哲三郎役、市川染五郎さんです。密偵お政役、中村ゆりさんです。長谷川平蔵の妻、千佐役、千堂信子さんです。密偵相模の彦十役、日野翔平さんです。同心沢田小平次役、久保田裕樹さんです。同心木村中吾役、浅利陽介さんです。筆頭与力、佐島忠介役、本宮康和さんです。同心酒井雄介役、山田純大さんです。同心小野十三役、江本時雄さんです。そして火付け盗賊改め方長官、長谷川平蔵役、松本幸四郎さんです。新たな鬼平犯科帳レギュラー出演者の皆様です。改めて盛大な拍手をお送りくださいませ。では出演者を代表して松本幸四郎さんからご挨拶をお願いいたします。今日はお暑い中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。松本幸四郎でございます。この度鬼平犯科帳が来年放映そして配信されることになりまして、絶賛今撮影中でございます。皆さんご存知の、またご存知でない方も、これが時代劇の傑作です。傑作を最強のメンバーで作っている最中でございます。ぜひ今日はお手柔らかによろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。皆様ご着席ください。我祖父が初めてこの犯科帳の映像、として登場いたしまして、でそれ以来金之助の勇の丹波さん、そして叔父と鬼の平蔵、長谷川平蔵を演じてきました。私は叔父の鬼平で出演させていただいたことがありますけれども、まあこのお話をいただいた時には迷いとかいうよりも何か素直にその受け入れたといいますかね、もうやらせていただきますというふうに自分で素直に言えたっていう自分がいたっていうことに今思うと不思議なぐらいな感じです。今までの鬼平、また小説の鬼平、鬼平犯科帳を知る方々へもう真正面からぶつかっていくっていうつもりで、そういう気持ちでこの作品には取り掛かっております。まあ本庄のテストと言われて、まあ、後に鬼の平蔵って言われるような人情深いところもありながら、やっぱり哲三郎時代はやっぱりやんちゃしてた人なので、なんかそういう役柄は自分自身は今までやったことがなかったので、とても難しかったんですけど、まあ、自分の中ではすごく新境地の役に挑戦させていただけたなっていうのが嬉しかったですね。はい、今回おまさっていう役を演じるにあたって、まあ、自分が幼少期見ていた鬼平犯科帳を飲み会したりしたんですけども、やっぱり自分が解釈していたものよりももっと深い関係性があるんだなっていうのを今回すごい感じましたし、やっぱり今の時代よりももっともっと身分の違いっていうものがすごくあった時代に、まあ私の役っていうのは裏の社会でしか生きれないっていうところに生まれ落ちて、そんな時にやっぱりこの鬼平さんに出会って、初めての自分の身分の違う方に対等に扱っていただいて、しかもすごく大切なことをたくさん教えていただいたっていうことって、やっぱりおまさんにとってのすごく強烈な出会いと人生を変えてくれるような出会いだったと思うので、やっぱり当時のその女性の立場だったりしても、何よりもこの人に仕えたいというか、この人のためだったら自分の命さえ捨てれるぐらい のお慕い申し上げてた方だと思うんですね。だからその辺のところを何よりも大事にしようとは思っていましたし、実際幸四郎さんも私にお菓子くれたりとかお茶をくれたりとかいろいろお世話してくださっているので、はい、そういう意味でも役に役立っております。ありがとうございます。
池波正太郎さんが日野翔平という名前を昔つけてくれたんで、おやっとおそういうものが縁が来たかと思って、で現場でどういう人かな幸四郎さんと思って来たら、まあいつもニコニコ笑ってるし優しいしお茶目だし、なんとかこのおっちゃんかっこよくしなきゃいけないなと思って、とにかく映像が好きで好きでたまらないというふうに見せたいと思ってやってる。吉右衛門さんの鬼平犯科帳ではお父様が小野十三を演じられていて、はいはい、そして今度は時生さんが演じられるという、なんかそこでのなんかこの小野十三という役に対しての、はい、そうですね、まあ台本もらって、それでまあ笑っちゃいました、はい、あそうかと思って、はい、まあうちの父がやってたんで、まあ恥かかないように一生懸命頑張りたいと思っております、はい、ありがとうございます。今回久井さんはこういうお引きずりのお着物を、毎回着させていただいてるんですけども、私自身実は初めてでして、最初に撮影入る前にこう着物の何ですかね、所作というと少し教えていただきました。で今回 こちらにこう登場するのもやっぱり一つ一つ細かい所作がありまして、手の向きやら全てがちょっと背筋が伸びるような気持ちで、はい、日々勉強させていただいています。僕はお頭ではなくいつも頭と呼ばれてやってることが多いんですけど、そうですね、同心の中にもちょっとした階級がありまして、映像の方で座り位置だったり立ち位置だったり動きの方でも違いがあるので、その辺もご覧になっていただけたら嬉しいです。この前シーンで名乗られるところがあったんですけど、火付盗賊改め方長谷川平蔵って、今そのセリフ、ね、この前おっしゃいましたよね。その時にやっぱり、モニターを見てて、実際行ってらっしゃる姿を見て、なんかこうビビッと、来ました。ゾクッと来ました。やはりもう長谷川平蔵という人物にもなられてるなっていう、気がしました。確かに火付盗賊改め長谷川平蔵であるっていうあそこのセリフの時は本当に僕も普通にかっこいいなと思いました。割とお茶目な僕はイメージがスッとこうしていらっしゃるんですけど、頭の中はずっと何かこう面白いことを探してるんじゃないかなっていう思うような瞬間が多々ありましてね、お茶目エピソードがどこまで言っていいのか分かんないんで、盾で退治させていただいた時あったんですけど、その強さだけじゃなく、こうなんかこれは多分普段の幸四郎さんの方かもしれませんけど、包み込むような包容力を感じる一方、普段の幸四郎さんはとてもお茶目で、かき氷の差し入れいただいた時に、あかき氷あるんですねなんて幸四郎さんに話したら、僕に一切かき氷を見せてくれなかった。でそんな姿もかっこよかったです。ありがとうございます。まずはそのこの鬼平犯科帳をぜひ一人でも多くの方に見ていただけるように皆様のご協力をお願いいたします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。新たな鬼平犯科帳放送は時代劇専門チャンネルにて、劇場版もぜひ